ロベール・マレイ・コール・ステバンスは、フランスの建築家。1920年代から1930年代にかけて、主に、フランスにおいて、モダニズム作家として知られている。パリ生まれ。建築家としては、ル・コルビュージエと同世代で、1929年には、コルビュージエや、シャルロット・ペリアン、ピエール・ジャンレ、ジャンプル・ーベラと共に、 現代芸術家協会はを設立、会長となる。当時のアール・ヌーボーに対する装飾批判に賛意を示し、金属フレームや鉄筋コンクリート作りの近代的な建築を手掛けているが、実作では伝統的な装飾も一部取り入れながら機能性を重視しているものが多いことから、彼のデザインはモデルヌと表された。父親は、 モーリスマレというパリやベルギーで著名なアートコレクターで、ロベールも若い頃から美術に接する生活を送っている。1905年からエコールスペシャルダルシュテクチュールに学ぶ。1924年には同校の教授にも就任している。建築以外にも映画のセットを手掛ける。1923年、前衛映画、イニューメン。 非常の女、1929年南フツイエールに、ある、ノアイユ四尺夫妻別邸、ビラノアイユで撮影された、サイコロ城の秘密の城の舞台美術を担当。1925年に開催されたパリ・バンコク、博覧会、アールデコ博では、コンクリートの木と名付けられたオブジェを配した、小庭園を、ジョエル・マルテルラと出展。百二十六年から、 代表作のパリのマレステバンス通りの集合住宅6個を手がける。これはパリ16区のオートゥイユ地区に友人の住宅と自身の事務所を設計したもの。ここはステバン自身が開発した指導で建物は白く平滑な立方体を組み合わせて構成されている。その他に椅子のデザインも手がけている。1932年に 別荘のキッチンファニチュアとしてデザインをしたスタッキングチェアクロアや1935年にパリで開催されたサロンデザールメナージュ用に制作代表作となるステバンスチェアシーなどがある。クロアは現在ビトラ社のデザインミュージアムのコレクションにも所蔵されている。その他建築作品にポール・ポワレベッテスーラ通りの住宅群、ライフェンベルク邸。 シャルルド・ノア・イユベッテ、ビラ・キャビロイズなどがある。ありがとうございます。